マクロスシリーズ可変戦闘機 VF-17 ナイトメア VF-17 ナイトメアはマクロスシリーズに登場する架空の兵器。初出は1994年から1995年にかけて放送されたテレビアニメマクロス7。バルキリーの通称で呼ばれる可変戦闘機の一つでファイターとバトロイド両者の中間形態である。 ガ多ークの3形態に変形する。マクロス7劇中では、主人公の一人、ガムリン、キザキが所属するマクロス7戦団特殊防衛部隊、ダイヤモンドホースの主力機として登場する。ペットゲームの、ナイトメアは、悪夢の意。劇中や一部玩具商品では、ステルスバルキリーの通称でも呼ばれる。デザインモチーフは、実在のステルス攻撃機械 -117、ナイトホーク。 メカニックデザインは、川森正春。デザインモチーフとなった海 -117、ナイトホークデザイナーの川森は、長次空洋祭、マクロスの制作から十年の間に登場した、イマナス百十七をモチーフに、ステルス機としての要素を加味した、v f マイナス十七をデザインした。当初イマナス百十七の写真を見た時はあまり気に入っていなかったが、取材で実物を見て、 面白く重い VF-17 のデザインに反映させた。黒塗りの重厚なシルエットは前作の VF-1 バルキリーとは大きく異なる印象を持つ。なお、劇中ではステルス機としての設定はあまり活かされてはおらず、敵を正面から迎撃するエリート部隊の専用機として描かれている。2008年に放送されたマクロスフロンティアでは、 新統合軍主力機として配備されているという設定の改良機 VF-171 ナイトメアプラスが登場する。こちらは VF-17 よりも機種が長いスマートなシルエットで平面型が三角形をした回 -117 のイメージからはやや離れた姿になっている。劇中では主人公のサオトメアルトが強化バリエーション機である。 VF-171EX ナイトメアプラス EX に一時登場する。2016年放送のマクロスデルタでもカラーリングを変えて辺境惑星に配備されているという設定で登場する。バンダイ、ヤマトからはプラモデルや可変トイが発売されている。ゼネラルギャラクシー社が VF-14 ヴァンパイアを参考に開発した特殊作戦機。 敵拠点への侵入とピンポイント攻撃といった2030年代における主力機 VF-11 サンダーボルトでは困難な任務への投入を目的とした重戦闘機でステルス性を重視した独特の多面体形状からステルスバルキリーの通称で呼ばれている2037年の収益を皮切りに各方面のエリート部隊に優先配備された本機は VF-19 エクスカリバーなどに採用された第三世代型アクティブステルス技術より以前のレーダー波を正反射させないパッシブステルス技術に基づいて設計されている。直線と平面で構成された機体形状は航空力学的に不利が大きく、ガンポットやミサイルなど従来機では外装されていた兵装類をすべて格納式にしたため、 大型で重量級の機体となった。しかし、主に大気圏外で運用されるため空力性能は問題とならず、VF-11 の主機である、熱核反応タービンエンジン FF-2025G の2倍の水力を発生する FF-2100X を採用したことで、見かけによらない、高機動性を発揮する。 変形機構においてもステルス性が考慮され、バトロイドの両腕やレーザー砲などの突起物は機体上面に配置されている。脚部エンジンナセルには、開閉式、ウェポンベイと主脚庫に加え、折りたたみ式、ガンポッドと予備断層まで収納しているが、足全体を90度寝かして配置することで機体が薄く平らになるよう工夫されている。なお、この可変システムの都合上、 ファイター形態における二次元ベクターノズルは他の機種と異なり上下ではなく左右に水力を変更する。バトロイド形態はアーマードバルキリーを思わせる重装甲と無骨なフォルムが特徴となる。ガウォーク形態は両腕を下ろした標準形態以外にも両肘に内蔵するレーザー砲を新調した強行モードが設定されている。本機は標準装備で 並走ステーションフル装備の VF-11 を量駕する機動性、火力を有し、エリートパイロット用の上級機として配備された。2042年に正式採用された後継機 VF-22 シュトルムフォーゲル2の登場後は、兵器搭載量を活かした可変攻撃機、あるいは可変爆撃機的な運用も検討されている。 総生産数は後実する各タイプを合計して718機となった。これは各地の植民母子移民船団等で幅広く運用される VF としてはかなり少ない部類に入る。高性能と引き換えに操縦性、整備性が悪く、極端に単価が高いことがその要因であったとされる。しかし、後に生産された再設計機、 VF-171 ナイトメアプラスではこれらの問題点が解決され2050年代末には VF-22 すらなしえなかった新統合軍正式主力機としての地位を獲得している。マクロスフーロンティア、マクロスデルタに登場。一般パイロット用に生産性と操縦性を向上させた再設計機。操縦難度とコストの高さ。 加えて、政治的問題で配備が進まない、VF-19 や VF-22 の代替機種として配備された。結果として、VF-11 の実質的な後継機となり、ゼネラルギャラクシー製としては、初の統合軍主力機の座を獲得している。エンジンは、従来の17系よりも出力こそ抑えられているが、信頼性の高い、 FF-2110A を搭載している。さらに、AVF 以降の標準装備である、ピンポイントバリアシステムを搭載し、防御力、格闘性能も向上している。アビオニクスの更新などにより操縦性においても、従来の 17K や VF-19、VF-22 以上に扱いやすいと現場での評価も高い。2059年時の最終生産型では、 第三世代型のアクティブステルスシステムを装備したことでステルス性が向上し、迎撃任務などでは主翼下のパイロンにミサイルを搭載することも多くなった。また、従来型では半ば無視されていた大気圏内運用も考慮されており、機種の延長や全体の上下圧を薄くすることで空力特性を改善している。なお、この兼ね合いからバトロイド形態は、 VF-17 系としてはやや細身の体系となる。VF-17 では両肘に内蔵されていたレーザー砲が省略されたため、ガウォーク形態での強行モードも省略されている。初飛行は2046年。無人戦闘機ゴーストの本格運用によって、有人戦闘機の性能要求が引き下げられた2050年代には、 VF-19 を尻け新統合軍主力機の座につき核移民戦団や植民惑星でも普及した。第117次調査戦団でも運用されていたが、2048年の超時空生命体バジュラの襲撃には歯が立たず戦団後と壊滅したため、より高性能な次世代機の開発が進められることになる。 2055年度には、ブロック2にアップデートされ、フロンティア船団でも多数使用され、バジュラ船役に投入される。2059年には、フロンティア船団が独自に一部の機体を、ブロック5に回収している。新統合軍での一般的なカラーリングは、ブルーグリーン、辺境中域仕様は、サンドイエローで塗装されている。GG マクロスフロンティア交渉と LAI 社が、 VF-171 をタイバジュラ用に回収した機体。メインエンジンを VF-19F と同型の FF-2550F に換装し、従来の17系を量駕する、機動性を発揮する。この変更により、パイロットへの G 負荷や操縦難度が増したため、VF-25 メサイアなどの最新鋭機に採用された EX。 ギアシステムをコックピットに導入している。しかし、機体設計の限度からエスックの搭載は見送られ、軌道限界は VF-25 よりも大幅に劣るものとなった。VF-25 への登場経験があるパイロットからも間に合わせの機体との評価を受ける。エネルギー転換走行は従来の約20%増しの強度を持つスワッグ。 RA155EX を採用。さらに表面に新開発のタイビーム用、キュコーティング塗装が施されているため機体色は白となっている。パーソナルカラーは胸部や主翼部のラインに留められており、一般機はグレーのラインだが、ある時は赤のラインになっている。基本の武装は窓弾頭対応型のハワード GU-14B 海岸ポットだが、 後日のタイバジュラ用追加武装パックが事実上の標準装備となっている。追加、拡張装備 a p s f 0 1 e ージスパックを装備した VF-171EX 型の電子戦、使用機。外観的に VF-171 と VF-171EX は変化がないため VF-171 用の e ージスパックを 無改造で装備可能となっている。イージスパックとタイバジュラ用標準併装パックは併用できないため、アベッポグック、メドシー 30EXA と AVM-11R は装備せず、主翼のパイロンの併装のみ追加装備する。1995年にはバンダイより1、144スケールの非可変のプラモデルが、VF-17S ステルスバルキリーとして、 発売されている。VF-17S のファイター形態とバトロイド形態の2機セットになっている。また、頭部パーツは差し替えで S 型と D 型の両方が再現できる。1995年にはバンダイより1、65、スケールの完全変形トイの VF-17S と VF-17D のダイヤモンドフォース機が 完全変形ステルスバルキリーとして発売されている。2011年にはヤマトより1、60スケールで完全変形トイの VF-17 が発売された。VF-17S ダイヤモンドフォース仕様、VF-17D 一般機、専用スーパーパックが発売される。2012年にはバンダイよりデラックス超合金として、 VF-171EX が発売された。また、魂ウェブ限定で専用アーマードパックが通信販売される。2013年には VF-171 が発売された。ありがとうございます。